あの男は真の脅威のはず。追いますか？当然だ。しっかりしろ、シン！山の民たちが宝剣を狙って。行け！キャンキャン、キャンキャン。山猿風情が許さぬぞ。部外者の貴様らのせいで、今この時。中華の歴史がねじ曲がってしまったことが理解できておるのか！当然理解している。だがこれは気まぐれな干渉などではない。400年前の新王牧公の生んだ名医、そして現新王とこの楊端和の結んだ同盟によるものだ。そんなものそれ以上さえずるな、平地の老将よ。黙って貴様らは敗者として歴史に名を刻め。猿が人の言葉をほざくな。全員殺せ。際の戦いの結末については式調整下の一文に一言で記されている。紀元前241年、宝剣は趙、蘇、魏、燕の精兵を率いて秦の塞を攻めたが、抜けなかった。